ダフニー・ラブズ・ダービーとは、アメリカ合衆国ワシントン州ケントにて結成されたエモバンドである。2003年にデビューを飾るや、いなや、その繊細で透き通るような美しいメロディーラインを武器に、エモインディーロックファンを中心に人気を獲得。また、もともとはインターネットサイト、プユバルムで人気を獲得したバンドで、現在では530万回以上の視聴を記録している。 現在アメリカではコープランドやウェイキング・アッシュランド、メイトーと並び非常に高い人気を誇っているバンドでもある。2001年にシアトル近郊の小さな町、ケントにて結成された。2003年に自主制作でファーストアルバムダフネ・ラブズ・ダービーをインターネット上で無料配布した。するとインターネットサイト、プユバルムで一気に知名度が上がり、結果的に 同サイトのレーベル未契約アーティストランキングにて1位を獲得した。2005年に入ると、インディーズレーベルのアウトルックレコーズと契約を結び、同年7月26日にセカンドアルバム、オンザストレングスオブオール・カンビンストをリリース。大々的なプロモーション活動を行わなかったにも、かかわらず5000枚以上を売り上げた。2007年3月27日には、サードアルバム、 グッドナイト、ウィットネスライトをリリースし、新人アーティストのためのアルバムチャート、ビルボードヒートシカーズチャートにて初登場30位を記録した。しかし、2009年になって、アウトロックレコーズから離脱。現在フォースアルバムを作成中だが、新たなレーベルと契約を交わした後に、リリースされる予定である。ありがとうございます。